また毛虫入りから、今日もまた前と一緒で新潟の子ガモですね。これ子ガモっていうのは日本語で、そう、子ガモっていう種類、みんななんかこうマガモの小さいの子ガモって思っちゃってるんだけど、うん、違くてこれはもうこの固有のカモで、すごい量だよやっぱり。だって一冬超えるからね。一応このカモはあのカモの中でね一番美味しいって言われてる。あー美味しいよ絶対これ。うまい。まだちょっと大体細かい木を炙ってもうちょっと綺麗にしましょう。ちょっと細かい木でねこういう火で炙って、まあ大まか細かい木取ったら次も解体です。素晴らしい。はい、包丁入れてあげて、あと引っ張る。レバー、これがレバーで。それとりあえず、あと焼き用と、なんだっけ、炊き込みご飯用で。全部、すっげーもったいないんだけど、ミンチにします、これ。ミキサーとかね、ミンサーとかあれば、やりやすいんだけど、てかね、ミンチにできるんだけど、ないんだ。チェーンソーじゃダメだな。粗めになっちゃうから。これも本当にもったいないんだけど、美味しいご飯を食べるためにね。もったいないな、これ何やってんのって来ないかな、コメントで。大丈夫かな。違うんです、分かってないんですよ。何品か作らないといけないんですこっちは。分かってないと思いますけど、ね、もったいないことはもうそんなの100も承知なんですこっちは。声入れちょっと水っぽくなっちゃうんだけど、え、何か入れよう今日は。焼き鳥で一番好き。レバーこれ焼いて食ったらすげえうまい。マジで食べたい。食べたいね。ダメ。ダメだった。なんで聞いた。ちょっとしかないからさ。これでハンバーグにしない、たけちゃん。ポッキー手入れてます。たけちゃんポッキーから手出してよ。こっちはもう裸なんだからね。振動体ずっと見てるからね、タケちゃんの手。俺そうなんだ、俺カサカサになっちゃってるよ。タケちゃん、俺カサカサを通り越してるんだよ、もう。分かってる。妥協したくないな、これ。ご注意いただくてね、妥協しちゃいけないってことですよね。そうです。ナススパートです。スパート今年1疲れてるな、今完全に。ね、どういう料理になるのか、ね、炊き込みご飯って言われても全然いいイメージ。そうでしょ、楽しみにしといて。来たでしょ、もう日本血の一滴まで無駄にしたくないな。また出汁引き、ご飯用なんでこんなにいっぱいいらないね。昆布入れてちょっとお目入れて火にかける。また大体1時間くらいちょっとゆっくり煮出して昆布出汁出たんで、はい、昆布引き上げます。はい、ですね、伝統芸の伝統芸カツを入れて起こしてきますね、これ、うん、大丈夫。あ、バッチリですね。タケちゃんの極めがけて起こしてきます。これはからない。大丈夫です、タケちゃん。熱いなんて言ってられないんですよ。その手はもう麻痺してるから、こんなの熱いとか感じないから。すげえな、これ本当に80度ぐらいあったぞ。むしろ温かいと言わせていただきたい。ごぼうを入れてきます。はい、ささがきにしてもらって、やっぱ鶏とごぼう合うからね。鶏ごぼうっていう料理があるぐらいだからね。朝付きでしょ、朝付きって朝付きとか、こう束ねて切るときはこう輪ゴムとかあるんですね、便利だから。完了、あとご飯、あとご飯です。やばい、こんな暗くなると誰も想定してなかった。俺だけ想定しなかったの、もしかして。今日2合炊きです。はい、もう土鍋の中で味付けます。寒い寒い。醤油、はい、塩と酒、
はい、行きましょう。これで鶏そぼろ作っていきます、はい、お酒入れていきます、はい、こちらです。こちらです。ごぼう入れました、はい、ごぼうにこの油吸わせて、はい、これをご飯にぶちかけたら最高で、最高、うまいね想像できちゃった今。うめっ、うまい、アホみてにうめえよこれマジでこれはうなるよみんな、うなる、うん、みんな暗くたっておいしいってとこ見せるからねはい、お願いします。最高だこれ。これあと蒸らしの時にこれあと入れます。あ、OK です。はい、強すぎたか、もう火なんだ。さっきのじゃあそぼろを入れてきます、これ全部、うわうまそう、すげえいい匂いするはい、おねんね、はい、仕上げのもも肉、あ、胸肉切って最後のご飯にほぼレアぐらいでもう生、うん、余熱で火入れていくような感じ、うん、おお、できた、うん、できました。で、ここで鶏入れます。はい、胸肉、胸肉ね、はい、おお、ごぼうのいい香りがします。最高、蒸らしで、はい、ゆっくり火入れて、うわー待ち遠しいね、いきます。1分ぐらい蒸らして、はい、最高、この大量のネギを、うわー、あー美味しいよ絶対これ。これは完璧ご飯ですね。完璧ご飯だね。また蒸らしんだ我慢ですとしました。はい、うわー、美しい、美味しそう。じゃあ混ぜて、はい、すごい鴨の油でね、うまそう、うわーマジでうまそう、マジでうまそうだね、ね、うわー、しゃー美味しそう、よしできた、うわー完成だ、出来たて熱々ご飯を、はい、いただきます、はい、うまーいや、うまそうだなこれ、なんだよこれ、おい、わけわかんないぐらいうまい、多分これ、ね、じゃあこの胸肉も、はい、最高、最高、うん、はい、松茸です松茸すげえな、うん、傘開くのと開かない、なんか開いたらやっぱこう胞子飛ぶから香りがすごい強い、ね、こちらも開きながら、あ、だからご飯なの、そうそう、あ、なるほど、ね、使い分けした方がいいね、こういうつぼみは焼き用に向いてるし、うん、開きは完全にご飯で、すげえな、全然すげえな、ぜひやってください、これやだわ、なんかウォーミングアップから入るね、そうそうそう、それでいけるいける、いけるいける、いける、おわめっちゃ怖い、めちゃくちゃ美味しいこれいちご、いちご、一目惚れです、福島県、ごめん、本当に本当に引いてきたの、本当に引いてらしいよ、本当に美味しいんだって、やばい、タレとかもやばかった引いてきたってあれ、カツオと、あ、そう、昆布とカツオで、いいよね、おじゃいいよ、これ入れないの、まだ入れない、松茸入れないの、まだ入れない、じゃあパクだけでいいの、はい、よし、できない、え、強くしちゃっていいの、はい、眼球としようかこれで100の、あ、100フィージョン、いいよ、調整が大丈夫、こんなにシャッキーしちゃう、今は当然大丈夫、
すごいね。これは椎茸ではありませんって書いてある。あれっていくらすんの？あれで、本当に単価、キロ単価で言うと14、15万じゃない？なんで蓋すんの？それ、まあ、できるだけこう水分をさ、とどめておきたい。米に？そうそうそう。いや、蒸発しちゃうの、蒸発。炊き込みご飯じゃなくても、それをやった方がいい。そうだね。ここでいかにこう、強火でこう外に出さないか。だから、中でこういう動きするの。うん、いい土鍋、あの、なんだろう。踊りが。釜とかさ、その何十万歳の、うん、多分、すごいそういう作りになって、こうで。うわ、うまそう。お湯で。よし、これで。うん、おいまつたけやってみます。落ちちゃった。あちあち。生でそれに耐えちゃう。お、うまそう。うわー。すげえな、松さんが。すげえ。味付けが多すぎてね。やば。めっちゃうまそう。ね、この量入れたから。たけちゃんダメね。なんで？たけちゃんお腹いっぱい言ってたよ。気持ちの話。食べる？大丈夫。松茸いただくわ。はい。ちょっと食感の方が。冷えね、開きは。めっちゃうまい。うまっ。いいな。うん、これ食べます。まったく。うわ、シャキシャキ。蒸らしたやつだ。エロい。エロい。うまそう。ああ。すごい。美しいね。美しい、ほんと綺麗。ちょっと白子タケノコって言うんだけど、白子タケノコ、白子タケノコって、その中でも、もっと上のこうマコって書いてあるんだけど、うん、白子の上なんだけど、超すごい。やばすぎる。やばい。今湯がいて、大体20分くらい。20分、うん、うわ、すごい。めちゃくちゃ沸いてる。これ蒸してもいいんだけど、うん、オイルで大丈夫、20分くらい。20分、うん、できた、できた。我慢したい。20分で、うん、20分蒸して、よいしょ、深いね、でかい、ここ、うわ、めちゃくちゃ柔らかい、うわ、すげえ、熱い、これ食ったの偽物だったんだ。うん、うん、栄養で真っ白だ。これ姫皮？こんな感じ。一番お酒に柔らかいと。そこだけ食べる。でご飯に一緒に入れて。姫皮。姫皮やって。あとね、姫皮やって。茹で酒ね。茹での子。塩つけて。うまっ、うまいっしょ。大きさがやっぱりでかいのが重い。これ永遠食えるもん。ダメ、もったいない。待ち遠しかったタケノコご飯作ります。はい、はい、ご飯ね、できます。はい、これ今日2合炊きで、はい、これだし、だしです。はい、これかつおだしで、はい、酒、酒どっちで、段取りの悪さね。塩だ、あとはちょっと下品にこう、毎年これのね、これの、これのちょっと俺の唾液が8リッターぐらい入ってるかもしれない。はい、360cc ですね。よし、こうか、よし、これ全部入れましょう。ほほほほ、タケノコ1対1ぐらいになっちゃったんだよ、タケノコとご飯ね。1対1だね、タケノコご飯。はい、よし、見て、タケノコの香りしてきた。うん、するするする。こうなったら蓋開けちゃダメだね。ダ
ダメだこれ。こうなったら皆さん、蓋を開けてしまったらダメです。ダメです。それまでだったら大丈夫。大丈夫。ここからも蒸気が上がってきて逃げちゃうから。うん。ここまでは開けていい。ここまでは開けていいです。今はもうダメ。今はもうダメです。こうなったら。最初のこのブグブグまでは強火でいいの。うんうん。そこから弱火。弱火。できた。はいはいはい。はい。お願いします。いきます。はい、オープン。おお。粉山椒。はい。ほんと春先4月ぐらいから本当にちょっとしか取れない。ちょっとしか取れない。ちょっとしか取れない。本当もう山のなんかキャビアみたいなもんで。キャビアです。キャビア。あの粒の山椒に比べて辛みが本当に柔らかい。料理にそう料理に合わせて本当に美味しい。そういうことじゃないんだ。どう。もし塩、塩、塩で味を調節する。オンラインならしない。あ、しないんだ。プロはこうする。プロはこうする。よし。どうぞ。うまっ。これはうまいね。おかわり。人生で使うことはないと思うけど。今日初めて見て、もう見えたことない。そうだ。これも持ってくることはないと思う。